熊本って草津運動場や公園寄れるかな。公園？草津運動場や公園っていう道の駅があるんですよ。おお。どうぞ、オッケー、これで。スマートインターチェンジを通るルートです。実際の標識や交通規則に従って運転してください。12時ぐらいか、うん、ご飯食べてじゃん。およそ4キロ先、右方向です。水蒸気ですから、相手は。本当はね、あの、ハゲ山がよく見えるんですよ、ここね、左側に。カツラかぶっちゃってる。水走ってんのかさっぱりわかんねえぐらいでしょうよ。前の日が雨だったとかあんのかな、やっぱちょっと。あ、それは多少なりともあるでしょ。
って今大丈夫かでも大丈夫だよね。だからここだよ、ここぐらいだよ。あ、そっち側か。面白いのよ。下りの下りとかもこっちの群馬県側がね。影山があってなんだろう、ね。ところがね、あなたのところと毎回その群馬側がもやってるんですよ。長野側は別に晴れてなくてもいいし、まあ晴れてたら僕いいけど。大事なのは群馬側なんですよ。あ、今お尿し出しって書いてあったね。こっちの方なんだ。あ、そっか。およそ300メートル先、右方向です。300メートル先、ゲートありって。ただ、そっちに行けないってことの間やね。あ、入れすぎちゃう。判断なったこと思ってる。エッチしてる。まもなく右方向です。ここ右ってこと？え、つうかでも、マンザって書いてあったよ。さっきのマンザサンサラの方が通行止めって書いてあったんだよ。右方向です。でも、右ですか。あ、こっちだってことか。ああ、そういうことか。地中だと。本当にあなた何言ってるかわかんないんだよね。しないで。結構やべえよ。ガッツリしないで。GPS を受信できません。は別に来るのも大変。GPS を受信しました。助けること自体は大変じゃないんだ。とにかく時間かかるからね、きっと。そこでやっちゃいましたか。いや、行けるんですよ、この季節は。はい。ただ、あの営業所遠いんで、3時間、4時間ぐらいはちょっと。ってなっちゃうね。だから脱輪しないでね。うん。通りがかりの非常に少ない雰囲気だね。てかもう来ないでしょ、多分。でも、この時はいっぱい世の中いるから。さっきもライダーさせていたしね。まあね。真っ暗になってもいるよ、きっと。ここは？だって走りやすいもん、まず。まあね、もっともっと標高は低いけど、走りづらい山は知ってるでしょ、あなた。そうだね。ここは標高ものすごい高いところにはあるけども、安心して走れんじゃん。逆にもうちょっと標高低いんだけど、すっげえ不安なところとかあるじゃん。ある。
GPS を受信できません。GPS を受信しました。こういうやつどこ行ったの？もう行っちゃったのかな。やべえ、浮かれ衝撃してた。また戻るしかないのかな、の上に。その噴火した場所によりけりでしょ。渋峠のホテルの方行ったらそっちの方で噴火してるのに戻るわけにいいじゃん。MR の時はちょっと頑張ってた感あったよね。あった。この子は何らかクリアできた感じ。まあ、新しいシーンで、ね、そうだね。遠くから登ってきた時はちょっと見えたんだよね、あの萩山が。ああ、見えた見えた。長野側から上がってきたのは GPS を受信しました。多分そうじゃん。だ群馬側から上がればもしかしたら見えるんじゃないの、わからないけど。ああ。およそ300メートル先、斜め左方向です。走りやすいよね。走りやすい。GPS を受信できません。一番。だいぶまだ来るか。ね、温泉っていう雰囲気、たっぷりな匂いだよね。これぞ温泉って感じの匂いする。斜め左方向です。その先、有料道路入り口です。この辺湧いてんじゃないの、これって。気温のこの。湧いてんじゃないですか。湧いてる。ちょっと歩いてたもんな。斜め左方向です。なんかあったの？忘れた。なんかあった気がした。あ、温泉街みたいなのが忘れた。まもなく有料道路入り口です。あ、財布、あ、あるか。ガオガチャGPS を受信しました。いや、そういうことですね。バスがしちゃったね。広いところですれ違ってですね。まあ、
狭いところでのんびり走るっていう、広いところにすれ違いたいって言ってるのに、これはどっち、左でいいんだよな。え、だってこっちのこっちちゃうの、こっちでしょ、あのこっちでしょ、左とこっちでしょ、だからこの先しばらく道なりです。あなた入っちゃった、寝ちゃう。茶色と緑が混じってきた感
バスもねえか。なんで？いや、なんでもない。プチトヨタに一応譲ったの。なんで？この先のカーブでちょっと見えないから多分今度パスを引いてお互いビビっちゃってたまにあるよ、それ。うん、ある。先行って、譲って、譲って先に譲られるっていう。ちげえんだよっていう。行けよ。押すなよって。
と受信しました。
およそ2キロ先料金所です。
を受信できません。およそ2キロ先、有料道路出口です。
ず右方向です。右方向です。なんか言ってるとか。左。多分 OK。そうなんだね。右方向です。およそ300メートル先、三原を右方向です。まもなく三原を右方向です。その先右方向です。さらに分岐が続きます。右方向です。まもなく三原大橋を右方向です。その先300メートル先、斜め左方向です。さあ、ここから電車に乗って向こうまで帰るのとどっちが早いか。絶対車の方が早い。まもなく笹平を斜め左方向です。斜め左方向です。大丈夫、スタンドの停車あどうぞなんて言われないなんか落ちりすぎ、あ、これスタンドがあるからあれなのかな。あどうなんだい、それじゃないのかな。勘違いされそうだね。うん、どうぞどうぞなんて。ええ、そういう見方違うし。また山登っていくのか。およそ1キロ先、有料道路入り口です。
GPS を受信できません。
ランド。
を受信できません。この先合流車両に注意してください。
沿いだよ。横でも。すぐ脇だよ。ショッピングプラザ方面へ、その先、有料道路、出口です。あ、でも車はまっすぐ出るやつだよね。要するにまっすぐです。まもなく、白糸の滝入り口を直進方向です。
と受信できません。うん、勘違いかもしれない。バス事故あったんじゃない？スキーバスかな？この前のじゃなくて、水筒家向こうになるの？水筒は違うと思う。なんかちょっと近い。違う、またってことわかんないけど。確か、うん。そうだね、水でね、なんか氷って書くよね。右か左、右か。およそ300メートル先、左方向です。慣れてないね。
なびっくり運転だな、完全運転。GPS を受信しました。安全運転って言うよ、おっからびっくり運転だよ。なんでそんなにまたぐよっていう。相当なお金びっくりだよね。ここで探してんの？道がわかん、でもちょっと GPS を受信しました。およそ 700m 先、中軽井沢を左方向です。何？え、息細。何？どうやって言わなかった？こっちないから。
ああ。およそ300メートル先、中軽井沢を左方向で。GPS を受信できません。まもなく中軽井沢を左方向です。長時間運転しています。休憩しませんか？左方向です。中学前を右方向です。まもなく軽井沢中学前を右方向です。その先踏切です。右方向です。できません。
ました。
およそ700メートル先右方向です。
私しか曲がらなかったから一瞬間違ってもらって思っちゃった。その先発見所です。GPS を受信できません。まもなく発見所です。その先、分岐を左方向です。
といけなかったし。マジか。でも、いっぱいだね。これもいい？前いっぱい。さ、飯だ。うん。あとスター以上もだね、うん、ゴミはある？あ、ゴミはあれあったっけ？